はい、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました、ハンマ・イバオ先生です。2017年は世界第2位でした。去年ですね。今回は2018年11月14日ですかね、水曜日ということでね、今、そのライブでの少額1000円ずつの投資の試験投資をしております。10億円ぐらいずつ投資できるようにですね、以前1億円近く投資しておりましたけども、1回にね、10億円ぐらい投資できるようにということで考えてるんですけども、まあ、バイナリーオプションの場合は5万ぐらいが精一杯で、1つの会社の良いところでね、500万まで稼ぐのが精一杯ですね。1000万以上稼ぐと月に閉鎖されてしまいます。500万ぐらい月に稼ぐのが限界ですね。だからそれ以上稼ぐった時は、別の良いまたバイナリーオプションの会社を選んで投資してください。で、今回1000円ずつ投資してますけれども、まあ今ちょっと偶然に調子がいいみたいですね。いつもこんなにいい成績は出ませんけれども、試験投資でね、インジケーターはこのようなインジケーターで回ってます。私が発明改造したですね、肩寄せボリンジャーバード、肩寄せボリンジャーバンドですね。それとですね、バックですけれどね、黄色の文字がそうですね。それと RSI のダブル RSI 分析ですね、をやってますね。で、今2万9632円ですね、稼いでて。今日は稼ぎが5本ですか。4000円ちょっとですね。5回勝ってます。今日は偶然調子いいですね。1日で。先日ですから大したことないですけどね。こんな調子いいのもなかなか、しかし、こんなに勝てばね、すごいですね。金額は多ければいいんですけど、少ない金額なんで、大したことはないと思いますけどもね。勝率が88%、77%、88%、77%と、4項目出てます、左側ですね。で、バックで、ライブのね、私の、口座が開いてあります。シグナルが来ましたら開きますね。バックにします。このようにね、いつも稼げればね、億万長者なんですけどね、私でもこんなにいつも調子いいことは起きません。今日はたまたま成績がいいんだと思いますね。1日で5連勝というのは、5回勝ち越しというのは結構大きいですね。1週間で5回とかね、そんなもんなんですね、大体。だけども、今日1日で、5勝プラスしてると、ね、5回分勝ってるということ、何回か通してね、こんなに稼ぎがいいというのは珍しいですね。10万ずつ、5万ずつ投資ってあってた5、25万ですからね、1日でね。本当にこんなに稼げるんだったら5万ずつ投資するわけです。フルでね。だって5万ぐらいずつじゃないとね、口座、停止されちゃいますから、5万以上は投資しないように、5万で何回かね、分割して投資すると。私はもう1回投資がメインですからね。
たくさん投資しないんですよね。だからまあ頑張って1日5万ぐらい、1勝ぐらいね、多く勝っていればね、20日間としてね、ね、100万ですから、月ね、結構いい額ですね。ね、でもうちょっと慣れてきたら、あの5万を5本ぐらい打てば、月500万ぐらいの稼ぎになるわけですね。だから1日で1回1勝ぐらい平均ですればね、20日間でね、土日休みですから、20回のね、20回で 20×5 で100万ですからね、その5倍、ここ25万5万を5回ぐらいとするわけですね、シグナルが出てね。そうやっていけば500万稼げるわけです。1日 CHFJPY ね、あ、出てきましたね。これはね、自動売買じゃないんで、上に買う、これから打たないといけないですね。はい、打ちましたね、手でマウスで打ったんですけど ね、下に書いてるようにね、数カ国の自動選択は許可をもらってやってます。私スペシャリストなんで、自動売買禁止なんで、ちゃんと守っているっていう人じゃないと許可取れませんし、誰でも許可されるもんではありません。ということでね、私がやって許可をもらってますけども、他の人は許可取れた人しか利用できませんからね。自動売買じゃないですけど、これライブ投資なんで自動売買は完全に禁止なんですね。通貨国の自動選択はこのようにね、やってくれます、オートでね。ファンクションキーみたいなもんですね。プログラミング、ファンクションキーみたいに動作します。